フェスティバルは県内のラグビー熱を高めようと県などが企画して初めて開催されました初日の今日は大分県代表と宮崎県代表の中学生の選抜チームが対戦試合の後には両チームに加えて小学生や大人も参加してキックの体験イベントも行われました すっごうれしかったです <laughs>、はい、皆さんが拍手してくれてすごいあの気持ちよかったです中学生たちも次々と挑戦子どもから大人まで青空の下でラグビーを楽しんでいましたフェスティバルは明日も行われ明日は花園に出場する大分東明高校と広島県代表の尾道高校との招待試合のほか 大分県と熊本県のシニアチームの試合などが予定されています。